こんにちは、ナミさん。お疲れ様です。この度はね、大好きなイカをありがとうございます。イカはね、水が滴っちゃうんで、ここには持ってきてないんですけども、チルドルームに入れてるんですけども、このバースデーカードでしょ？ね。それから、なんかね、かまぼこのチラシ。こういうの好きなんですよ。観光地にあるようなやつ。こういうの見てね、またね、注文しちゃうかもしれません。ナミさんにもアフィリエイト報酬入るのかな？まあでもね、こういったね、地のものって好きなんですよね。かまぼことかね、それからイカのこの生のやつとかね、焼くやつとかね。で、今回ね、バースデープレゼントナミさんにいつものようにいただいちゃって本当に恐縮なんですね。で、昨日48歳最後の日はトンとね、別に欲を出しているつもりはないんですけども、トンとプレゼントが届かなかったんですけども、日付が変わって11日になるとね、ドカドカと届き始めて、まだ受け取ってないものがあって、こうやって不在表もあるわけなんですけども、それから動画のバースデーメッセージがいくつか届きましてね、ちょっと返信ができないのもあるんですけども、返信できる限り今回動画のバースデーメッセージを配信に掲載させていただいてるんですね。まあ、ということで、やっぱすごくいい時代だなと思うのが、ナミさんも感じていらっしゃると思いますが、実際に直に会っていない方でもこれほど強い信頼関係とか祝福の気持ちがお互い交換できるんだなと思ったら、やっぱりね、時代が変わったってことを感じますね。私はナミさんがおそらく10代の頃には、やっぱ人と人ってコミュニケーションが大事だよね、会って話さなくちゃねっていうところがあったと思いますけども、そのコミュニケーションの概念も今次の時代に入ってきて、直接会わなくても信頼関係が築けるぐらいのコミュニケーションをインターネットっていうツールを用いてできるんじゃないのっていうところで、こういった YouTube があったりね、ショールームっていうそんなプラットフォームがあったりとか、Twitter のライブ、ツイキャスとか Instagram ライブとかいろいろあるんだろうなと思いますよね。だから生まれた時からね、こういう環境にさらされている。うちの大和くんなんて1歳なのに自分でこうやってスマホをスワイプして動画見てますからね。もう驚きですよ。こうやって育っていくこれからの世代、10年後、20年後、例えば私の子供の大和くんが20歳になった頃って、私の人生経験が役に立たないぐらい素晴らしい見地を身につけるんだろうなと思って、今からね、恐ろしい感じがしますね。はい。ということでね、これからのことも、それから今までのことも、いろいろと思いがあるわけなんですけども、そんな思いを込めた49歳今を過ごさせてもらってます。残り1年で私もね、50歳。になりますね。なんか大きな節目のような気がします。50歳、さすがに重いですね。私は50歳にふさわしい人間になれるんだろうかと思いながら、最後の1年を充実して、より皆様のお役に立てるようにね、ナミさんのお役にも立てるようにやっていこうかと思います。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。